こんにちは、東海市民の動画を見ていただきましてありがとうございます。2017年12月31日大晦日ということでございまして、2017年も今日で終わりというか、もうすぐ終わりということでございまして、何でしょうここの音は。私は今ペルーのクスコにおります。ペルーのクスコにおりまして、このなんていうんですかね、ペルーの街がちょっと 見れるような高台のところにいるんですが、あそこにカテドラルという建物があります。あれがカテドラルという建物なんですが、そういうところが見えるところにあります。ここだとちょっと行き過ぎちゃいましたね。もうちょい向こうに行くと見えるんですが、で今回は大晦日ということでございますので、年越しそばこちらをいただきたいと思います。緑のたぬきかどん兵衛か迷ったんですが、こちらのどん兵衛をもうセットしておりますので、こちらを年越しそばとしていただきたいと思います。こんな感じでございます。そしてお箸がなかったんですが、お箸はお正月用に今回持ってきたものを早速使ってしましょう。ことぶき、こちらのお箸を使いましていただきたいと思います。もう七味も入れておりますので、早速いただきましょう。ということで2017年、ありがとうございました。それでは早速いただきたいと思います。皆様本当に2017年も東海市TV見ていただきましてありがとうございました。お正月というか1月の5番誤って消されてしまったのから始まり、1年なんとかやってまいりました。あれの復活も本当皆様のおかげです。それではいただきたいと思います。どん兵衛、ちょっとね、喋りすぎたから伸びちゃってそうですけど、いただきます。このお箸がなんか変にそでちゃってんな。いただきます。うん、あ、うまっ。なんかね、日本じゃないところでどん兵衛食べるってそれだけでも美味しいのに、なんかこれを年越しそばだと思って食べるとなんか感慨深いものがあります。じゃあもう一回いただきましょう。もう一回食べていきましょう。目うまいな、これ。お箸がなんか変に反っちゃって不自然な、これ。やります。うん、うまい。でこの天ぷらね、パリパリの後乗せの天ぷらなんですけども、これを乗せてからまたちょっといつも通り喋りすぎましたんで、どうでもいいこと。だいぶ編集でカットしていると思いますが、いろんなこと喋ります。じゃあ、うん、あ、でもね、今回は湿っててちょうどいいわ。うまい。じゃあこのままクスコの街を見ながら、街というかこの景色をですね、見ながら食べ続けたいと思いますが、本当に今年1年間どうもありがとうございました。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。2018年もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ食べ続きます。ここ標高が3000メートル以上あるから、沸点は一緒だろうけど、そのお湯が温まる度合いが違うのかな、なんかちょっとぬるいな。まあ喋りすぎちゃってるのもあるかもしれませんけど、まあまあ気にせずいただきたいと思います。なんかこの景色いいね。でもね、ああ面白かったな、一年考えると。いろいろありましたね。なんか喋ることもないな、本当にわけわかんないことばっかりいつも喋ってて。そういえばあれ、伊達巻き日本で買ってきたのも食えないだろうかもしれないけど、あれもちょっと食いたいなと思います。